八王子市議会は今日八王子食肉処理場の閉鎖をめぐる訴訟の和解に向け、解決金5億2500万円を計上した補正予算案を可決しました。去年4月から営業を停止していた多摩地域で唯一の食肉処理場は廃止となります。八王子食肉処理場は市が土地と建物を所有し、食肉業者らで作る共同組合が施設を借りて運営してきました。 市は去年3月末で処理場を閉鎖し設置許可を取り消しましたが組合は営業の継続を求めて市を相手取り訴訟を起こしました裁判所はこれまで組合の訴えを認める判決を出していて市が控訴していましたがことし7月、東京高裁から和解勧告が出されたということです。先月、市と組合合が和解案に合意し、 今日の市議会では市が組合に支払う解決金5億2500万円を計上した補正予算案と和解についての議案が全会一致で可決されました。訴訟は東京高裁で明日正式に和解が成立する見通しで、市の担当者は組合との意思疎通が図れないまま曖昧な契約を結んでしまったことを反省したいとしています。組合は。 土地と建物を市に明け渡し、土地区上経営の廃業届を提出することになりますが組合の遠藤代表理事は再開以外考えていなかったので残念、裁判が長引き組合員の負担が大きくなったため,と大きくなったため和解に応じたとコメントしています。